はい、どうもです。今日は2024年の4月9日に撮影しています。3月29日、10日前の地方紙を読んでなんですけども、3月の終わりなんで4月から、人事異動があります。これはまあ役所の話ですよね、市役所の話で人事異動があり、まあ、どこの企業もそうですけど、人事異動がありますということでその内容が書かれています。で、新たに、まあね、昇進する人 と、退職する方の名前などがずらーっと並んでるんですけど、そこで、まあ人物に対して気になったというより、やっぱり毎年あることですけど、組織編成、組織が変わっていく、新しい役職ができたり新しい部署ができるっていうようなことがあります。毎年1年に1回そういうことがあるので知っていてください。で、まあ、今年は次の人事異動、今回の4月からの人事異動は中規模異動ということで見出しが打たれてます。あんまり、変更がない、そんなに大きく人事を入れ替えてるということは宇治市はないようです。で、で気になったのは、あの水道の、上下水道、上下水道部を再編ということを書かれてて、そうですね、民間委託、その営業課は窓口業務、窓口受付業務などの民間委託を踏まえ料金係を廃止であります。で、下水道建設課、下水道管理課を統合して下水道施設保全課に改めるということで、まあ少し担当する課が減ってるっていうことですよね。水道に関して、なんか私はどうしても水道についつい目が行きがちなんですけど、で、隣の常用紙見てみると、常用紙はこれ人事の話じゃなくて予算の話なんですけど、予算が30議案全部可決されました。ね、それが執行されますという予算の話なんですけど、水道料金が 23% 値上げです。今年の8月から、値上げが始まります。で、1年で8184円も増えるっていうことで、水道料金が、なんで、まあ約1万円ぐらいね、値上げに1年間でなってるんで、まあこれは大変やな。宇治市もあったはずですけどね、昨年この水道料金値上げっていうのはどこも起こってきてる。施設が老朽化してる、人口が減って水使用量が減ってるからっていうことでね、どこも増えてきてるけど、でなおかつ民間に委託していくとか、市が持つんじゃなくて府で持つ、広域化を目指してるっていうのが今の水道、その他の事業の流れなんですけど、こんな公共のものがどんどんなくなっていくっていいのかなっていう、市っていうのは民間、公が民に変わっていくっていうことを考えると、やっぱ自分たちで公を作っていく必要が改めてあるよなって思います。自分たちの中で公共のものを作っていくっていう意識って大事やなと思うんですけど、これがやっぱやろうと思ったらめっちゃ大変ですよねっていうことを感じながらと、水問題に対してどう取り組んでいくかっていうことが大事だなっていうのを改めて感じます。公共じゃなくて市に、民間が水を管理する時代がねやってきそうですね。そして料金もものすごい高くなっていく、ね、ことがもう近いんじゃないでしょうかと懸念してます。で、京田辺市や宇治田原のことを話すと、京田辺市は予算案全部可決されました。319億円が執行されますっていうことねですよね。特になんか大きい文言ではなく、それぞれの議員の討論などが記載されていますっていうところですね。はい、まあ今日はその人事異動を含めて、なくなる部署、新たにできる部署などを見て、あ、水の問題が気になったことで、隣の常用紙は水道料金が値上げされている、これはどこも一緒です。遅いか早いかだけでどんどん値上げがやってきますっていうことの中で、公がどんどん民に変わるから、やっぱり自分たちの公を作っていく必要意識って、持ちたいな、どうやったらみんなが持てるやろうということを考えていますっていうところが、今日の、最近の近隣市の姿勢を見て感じることでした。今日の動画投稿は以上です。